中華鍋を用いて炒める様子炒め物あるいは炒め料理とは少量の油を使って野菜や肉などの食材をかき混ぜながら加熱し調味した料理である炒め物に使う鍋にはフライパンや中華鍋を使うのが一般的である炒める材料は薄いもの火の通りが良いものが適している煮物の下ごしらえとして行う場合は煮物用の鍋を使って炒めた後に汁を加えにいる 工程に入ることも多い。フランス語で言うソテーとは、ほぼこの炒める調理法に準ずる。ただし、鮭のムニエルのように、鍋の中のものをかき混ぜないで調理する場合には、鮭を炒めるではなく鮭を焼くと表現する方が適当である。油炒めは、油の量と温度でテクスチャーと表現を使い分ける傾向があった。発泡菜のように、食材を炒めた後に、 スープ等の汁を入れて煮る料理もあり、これを炒め煮と呼ぶ。炒めた食材に、だし等を加え、それが蒸発してなくなるまで加熱する技法は入りつけと、呼ばれる。またフランス料理の末や、沖縄料理のムシのように主に野菜類を、少量の油で炒めた後、蓋をして材料から出る水分で蒸し煮にする技法がある。普通の油炒めは、十分に唐焼きした鍋に油を入れ、その後、 食材を入れて行う。テフロン加工等されているもので炒める場合、鍋そのものの表面の劣化を防ぐためにから焼きを避けるのと、また油を特に注がなくとも食品に含まれる油があれば、鍋の表面に食材がこびりつかないので、あえて油を使わずに済ませてしまうこともある。他にも、ニンニクやネギ等の香りを出すために炒める場合は、唐焼きをしていない鍋で弱火で、ゆっくり加熱し、 焦がさないように行うことが通例である。栄養摂取の観点から見ると、油を使って短時間の加熱で済ませるため、ビタミン A のような使用性の栄養素を摂取しやすく、かつビタミン C のような熱に弱い栄養素もあまり失うことなく摂取することができるメリットがある。しかし前日の通り、油を使わないで炒めたり、また炒め煮に,にする場合には、必ずしもこの限りではない。 料理本に書かれている炒め料理はレシピによって例々の炒めと書かれることが多い。ありがとうございます。